皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックでのレスリング競技がまた地上波で放送されなかったことに対する皆さんの反応と、金メダリスト樋口玲選手の感動的な瞬間についてお伝えします。まず、日本のレスリング選手たちが素晴らしい活躍を見せ、藤波朱理選手、桜井つぐみ選手、そして樋口玲選手が見事に金メダルを獲得しました。しかし、この喜ばしいニュースの裏で多くの日本のファンが落胆する事態が起きていました。驚くべきことに、これらの金メダル獲得の瞬間が地上波テレビで生中継されなかったのです。日本のお家芸ともいえるレスリング競技で3つもの金メダルを獲得したにもかかわらず、多くの視聴者がリアルタイムでその瞬間を見ることができませんでした。特に藤波朱理選手の決勝戦は9日午前4時過ぎに行われましたが、地上波での放送はなく、 BS と TVer でしか視聴することができませんでした。この状況に対して SNS では多くの批判的な声が上がりました。やらんのかい、なんで、お家芸をといった声が多く見られ、民放各局の判断に疑問を呈する意見が相次ぎました。レスリングは日本の強い競技の一つであり、過去のオリンピックでも多くのメダルを獲得してきました。そのため今回の放送判断は多くのファンにとって理解しがたいものだったようです。民放各局が2番手扱いで遅れ放送としたことに、多くの視聴者が不満を感じたのは当然のことかもしれません。確かにオリンピックには多くの競技があり、全ての試合を地上波で生中継することは難しいかもしれません。しかし、日本の強み競技であり金メダルの可能性が高いレスリングの決勝戦を生中継しなかったことには多くの疑問の声が上がっています。この状況はスポーツ中継の放映権をめぐる近年の変化を反映しています。放映権料の高騰により、地上波テレビ局がスポーツ中継から撤退する傾向が強まっています。例えばテレビ朝日が5億円とも言われる全英オープンの放映権料を支払えず撤退した事例もあります。一方でダゾーンやアベマテレビなどの動画配信サービスが台頭し、地上波放送から撤退した各コンテンツの放映権を獲得していくケースが増えています。例えば最近開催されたサッカーのアジアカップではダゾーンで全試合が生中継されましたが、地上波では日本代表の5試合中2試合しか放送されませんでした。この傾向は視聴者にとって諸刃の剣となっています。スマートフォンなどの端末があればどこにいても視聴できる利点がある一方で、無料で楽しめるテレビ観戦の機会は失われつつあります。特に問題となるのは子どもたちがスポーツ中継を見る機会が減少していることです。日本サッカー協会の田嶋幸三会長は、一番残念なのは子どもたちが見られないことと訴えています。また高齢者層にとってはテレビ放送が主要な情報源であることも事実です。そのため重要な試合の地上波放送は依然として大きな意味を持っています。この問題に対して英国では放送法で国が関心の高いイベントを指定し、無料放送を義務付けています。これはユニバーサルアクセス権に基づく制度で、オリンピックやサッカーワールドカップ、ラグビーワールドカップ、テニスのウィンブルドン選手権などが対象となっています。日本でもテレビとネットが共存し、スポーツ文化の発展に寄与する仕組みが必要だと考えられています。ユニバーサルアクセス権の考えも参考に、多くの人が広く観戦できる環境づくりの議論を進めていく必要があるでしょう。地上波放送の撤退により、スポーツイベントの無料視聴機会は大幅に減少しています。具体的には以下のような状況が生じています。主要な国際大会の無料視聴機会の減少、一重要な試合の地上波放送の欠如、2022年のサッカーワールドカップ予選では日本が本大会出場を決めた重要な試合でさえ地上波で放送されませんでした。これは国民的関心の高い試合でさえ無料で視聴できない状況が生じていることを示しています。サッカーのアジアカップを例にとると、全試合がダゾーンで有料配信される一方、地上波では日本代表の5試合中わずか2試合しか放送されませんでした。これは以前なら地上波で多くの試合が無料視聴できていた状況と比べ、
大きな変化です。多様なスポーツの視聴機会の制限、有料配信サービスの台頭により、マイナースポーツや海外リーグなど、以前は地上波で時々放送されていた多様なスポーツの無料視聴機会が失われつつあります。新規ファン獲得の困難、地上波放送の減少により、たまたまそのスポーツを見たことで好きになったような新規顧客の数が激減する可能性があります。これは長期的にスポーツの普及や市場成長に影響を与える可能性があります。一方で、今回の騒動の中でも感動的な場面が生まれました。それは金メダリストの樋口黎選手と彼の妻に関する話題です。樋口選手は金メダル獲得後のインタビュー中に妻を発見し、彼女に感謝の気持ちを伝える場面がありました。そして表彰式後には妻に金メダルをかける微笑ましいシーンが中継カメラに映し出されました。この瞬間、樋口選手の妻は涙を流していました。その姿を見た多くの視聴者も感動し、 SNS 上ではもらい泣きする、奥さんの表情が素敵といったコメントが寄せられました。あるユーザーは、奥さんに金メダルかけてあげるシーンほっこりしたとコメントし、別のユーザーはお辞儀してて可愛かったと樋口選手の行動を称賛しました。この感動的な場面は、スポーツの持つ力とアスリートを支える家族の大切さを改めて感じさせるものでした。樋口選手が妻にメダルをかける姿は、彼の成功が単に個人の努力だけでなく、家族のサポートあってこそのものだということを象徴していると言えるでしょう。オリンピックは世界中の人々が一つになれる稀有な機会です。そこでは国籍や言語、文化の違いを超えて、人々が同じ感動を共有することができます。樋口選手と妻の場面はまさにそうした瞬間の一つだったと言えるでしょう。 SNS 上では、良いご夫婦、表情が素敵、お辞儀してて可愛かったといったコメントも多く見られ、多くの人々がこの瞬間に心を打たれたことがうかがえます。樋口選手の金メダル獲得は、彼個人の偉業であると同時に、彼を支えてきた妻との共同の成果でもあります。彼が妻にメダルをかける姿は、2人で勝ち取った勝利を象徴するものだったと言えるでしょう。この感動的な場面は、テレビ放送の問題をめぐる議論とは対照的に、多くの人々の心に温かい印象を残しました。スポーツの持つ力、そして家族の絆の大切さを改めて感じさせる瞬間だったのです。最後に、今回の出来事は、スポーツが単なる競技以上の意味を持つことを私たちに再認識させてくれました。それは人々を感動させ、勇気づけ、そして結びつける力を持っています。樋口選手と妻の感動的な場面は、そうしたスポーツの力を象徴するものでした。彼らの姿は多くの人々の心に残り、これからも語り継がれていくことでしょう。そしてこの経験を通じて、私たちはスポーツの本質的な価値や、それを伝えるメディアの役割について、より深く考える機会を得ました。これからのオリンピック、そしてスポーツ放送全般において、この教訓が生かされることを期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また皆さんの意見もコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。